こんにちは、ラクプロデザインです。今回は PowerPoint にある録画機能を使ってカウントダウンのタイマーを作ってみるというのをやってみたいと思います。一見難しそうですが、作業手順としては簡単で、 PowerPoint にある録画機能を使ってネット上にあるオンラインタイマーを録画します。それを PowerPoint に取り込んでアニメーションで動かすというやり方になっています。では実際の画面を使ってやり方を見ていきたいと思います。まずはこちらのサイトにアクセスします。 URL は概要欄の方に貼っておきます。海外のサイトになりますので翻訳を一応しておきたいと思います。それではメニューの中にあるタイマーを選びます。そしてストップウォッチをクリックします。するとこのような画面になりまして、今回はカウントダウンを録画したいと思いますので、オンラインタイマーを使用します。始めるをクリックしますとカウントダウンが始まります。また秒数を変更したいときは数字の部分をクリックすると長さを調整することができます。ではこれを PowerPoint に取り込みます。 PowerPoint の画面に戻って、挿入から一番右にある画面録画を選択します。そうすると録画範囲を選択する画面に移りますので、領域の選択から、今回は分と秒の部分をドラッグで録画の範囲を取ります。そして録画ボタンを押すと録画がスタートします。録画がスタートすれば始まるのボタンをクリックします。では0になったタイミングで録画を終了しますので、録画をストップするためにはキーボードの Windows キーと Shift キーと Q を同時に押すと録画ストップします。すると PowerPoint に動画としてデータが取り込まれます。では背景の色を揃えるために右クリックから背景の初始設定を行って、スポイトでタイマー部分の色を取っておきます。こうすることで動画が違和感なく配置することができます。では次に動画を少しトリミングをしたいと思います。動画を選択した状態でビデオツールの再生からビデオのトリミングを選択します。ここで緑と赤の部分をドラッグしてやると、始めと終わりの部分をトリミングすることができます。良ければ OK をします。では次にストップウォッチらしくするために装飾をしていきたいと思います。では挿入からアイコンを選択します。そして検索窓のところでストップウォッチと検索をします。こちらのアイコンが表示されますので選択をして挿入ボタンを押します。ではパーツを編集するためにこちらを図形に変換していきます。右クリックから図形に変換を選択します。こうするとパーツごとに分かれますので、不要な部分を選択してデリートで消していきます。それでは次に T 字の部分と円を切り離すというのをやってみたいと思います。まず挿入の図形から直線を選択して画面上に書きます。そして図形の結合にある切り出しを使って分断していきたいんですが、このままでは図形の結合を選択することができません。ここで使うテクニックというのが、以前動画でも紹介しました図形である線を図に変換して分断を行うというやり方になります。まず線を選択してコピーします。そして右クリックから図として貼り付けを行います。見た目は同じですが、右側は図になっています。これを分断した位置に持ってきます。このようにすることで図形の結合を選択できる状態になります。ただしこの状態で切り出しを行ったとしても失敗します。これは線の図が前面に来ているためです。ですのでストップウォッチの方を前面に持ってきます。その上で両方を選択して図の結合から切り出しを行います。これで分断されていますので、不要なところは選択してデリートで消して削除をします。それではタイマーとストップウォッチの部分を組み合わせます。
それでは最後にこちらにアニメーションをつけていきたいと思います。では T 字の部分に対して直線のアニメーションを設定していきます。赤い丸が終点になりますので、ドラッグで調整をします。このようになる場合は画面を拡大して改めて赤い丸をドラッグで動かします。そして開始のタイミングを直前の動作と同時にしておきます。そしてアニメーションウィンドウの直線のプルダウンから効果のオプションを選択します。こちらのオートリバースにチェックを入れると自動で元に戻ってくれます。最後に継続時間を調整して完成となります。ではプレビューを実行してみます。はい、ということで今回の動画はこれで以上になります。この動画が参考になりましたら、いいねやチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。